奥秩父の笠取山へ行ったとき、東のピークから西の方を見ると、雲の向こうに雄大な、尾根とピークが見えていました。これは、おそらく国司ヶ岳だろうと思われます。それを、今回フライトシミュレーターで確かめに行きました。国土地理院のホームページを見ると、メッシュについて説明があります。国土地理院の地図は5メーターメッシュ、つまり5メーター四方の中の一点の標高データで作られています。ところが、フライトシミュレーターエクスプレインは90メーターメッシュなんです。90メーター四方の中の一点の標高データです。とても粗い、地形データになっています。そのため、本来あるべき、山のピークがなかったりします。そこで、今回、UHD メッシュというもの、特別なメッシュをエクスプレインに組み込みました。これは、30メーターメッシュになっています。国土地理院の5メーターメッシュよりは粗いんですけれど、30メーターメッシュにすることで、それまでなかった地形が出てくることもあります。これを使って、今回飛ぶことにしました。笠取小屋です。ヘリポートはありませんが、フライトシミュレーターのために、作りました。茶色い建物はトイレです。現在新しいトイレをこの奥に新築中、工事中です。それでは離陸します。フライトシミュレーターでは登山道は表現されていません。まあ、作ることは可能なんですけれど、今回はそれをやっていません。この辺がずっと登山道ですね。ただし、これから見えてきた草地の部分は、私が作った部分です。もともとのフライトシミュレーターにはこのような草地はありませんが、この部分を作りました。この草地の奥がですね、笠取山の山頂です。それで写真にあった場所ですけれど、それは東のピークなんですね。それはですね、これ旋回しますけれど、このピークですね。ここから見えている景色の山です。国司ヶ岳と思われるので、それをこれから確かめに行きます。あたりが岩峠になります。この下が笛吹川の上流、西沢渓谷と東沢渓谷になります。手前にピークがありましたね。でもその奥の山が向こうから見えてたピークですから、そうですね、これは国司岳ですね。マップで見ても、笠取山から見えていたピークが国司ヶ岳だということが分かります。向こうの方に金峰山が見えます。それからその向こうに八ヶ岳が見えています。これは
主脈重走路ですね。これをたどっていくと拳だけ。これが拳だけでしょ。この谷が東沢の谷。側が千曲川の谷ですね。この正面の山は三保御山で、こちら側が荒川の上流、源流部です。拳岳は荒川から、こちら側の富士川から千曲川、3つの川の分水嶺